マには音楽がある、音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー、ドラマってムジカ。今日はこれまでの作品の中から父親をテーマにしたドラマをお送りします。ぜひお楽しみください。緊張するなぁ。え？なんで？当たり前だろう、えっちゃん。結婚の許しをもらいに彼女の両親に会いに行くっていうのは、男にとってそりゃ大変なことなわけ。まったく、男心を分かってないんだからさ。まだそんなこと言ってんの？大丈夫だって、うちの両親は。そんなに気難しい人たちじゃないし、大輔のことはもう話してあるんだから。そうだけどさ。やっぱ人生のビッグイベントなんだからさ、そんな気楽な気持ちではいけないの。特にお父さんとはさ、なんつうか男同士一対一っていう緊張感があるんだから。そんなもんなのかな。そうだよ。だいたいお父さんどんな人？え、お父さん？まあ時代遅れな人かな。時代遅れ？何それ。貴様、うちの娘に何してくれてんだとかってちゃぶ台ひっくり返すとか、そんなの？そんなんじゃないわよ。うちちゃぶ台ないし。なんていうか、目立たぬようにはしゃがぬように、似合わないことは無理をせずみたいな時代遅れな男なわけ。わかんないなあ。ちょっと予行練習しようよ。予行練習？やだ、めんどくさい。めんどくさいじゃないよ。俺が挨拶大失敗して結婚許してもらえなかったらどうすんだよ。えっちゃんだって困るだろ。大丈夫だって、そんなことないから。いいからいいから。はじめまして、伊藤大輔と言います。今日はお休みのところお邪魔させていただきます。これつまらないものですが、どうぞ。僕新潟出身なもんで、地元のお酒です。あ、どうも。お酒飲まれるんですよね？ああ、1日2杯ほど。そうですか。つまみはどんなのがお好きなんですか？いや、特にこだわりは。そうですか。カラオケとかは行ったりされますか？いや、その…行かないですよね、カラオケなんて。まあ、一曲だけ。歌うんかい！もうなんだよ、えっちゃん、意地悪すんなよ。そんなこと言ったって、本当にこんな感じなんだもん、うちのお父さん。おいおい、マジかよ。全然会話にならないじゃないか。会話の糸口ゼロ、広がりなし。一体どうすりゃいいんだよ。大丈夫だって。うちのお父さんは不器用で純粋だけど、決して野暮なことは言わないし、私が小さい頃からずーっとそう。妻には涙を見せず、子供には愚痴を聞かせずに、静かに一日二杯のお酒を飲んでほろ酔いで帰ってくる。昔の友達なんかには本当に優しくて、生涯の友達だからなんて言いながら、あれこれ仕事もあるくせに自分のことは後回しにするような人なの。決して出世はしなかったけど、人を妬まず焦らず、世の中に流されず、時代遅れな男ってそういうことなの。大丈夫かな俺。無口な人相手にすんのあんま得意じゃないからな。大丈夫よ。なんだよ、一言だと思ってさ。女はいいよな、こういう時気楽で。何よそれ。まあ会ってみればわかるわよ。そんなに心配することないんだから。あ、もうぼちぼち着くからね。ちょっとお母さんに電話しとくわ。あ、もしもし、お母さん、私あと15分くらいでそっちに着きそう。お父さんいるの？どうしてる？うん。そう。わかった。じゃあ、もうちょっとで大輔と行きますから。はい。
じゃあ後でね。大丈夫。うん、大丈夫。お父さん朝からずっとそわそわしながら待ってるってそれでね、遠くからわざわざ来るんだからゆっくりさせてあげなさい、俺は酔っ払ってしまうかもしれんからなって言ってたんだってそっか。うん、お父さんが酔っ払うなんてね、一年に一度あるかないかなのよ。今日はいつにも増して美味しいお酒になるのかもしれないわね。